はい、どうも。ですね、コスプレの、露出系の人の撮影は結構どぎついよっていうお話をですねしてみたいと思います。ですね、そういうのにね行ったことはないんですけど、撮影しているのを見たことが、撮影した動画みたいなのを見たことがありまして、結構きついなと思って。で、コスプレをする人はですね、だんだん露出が多くなる傾向にあるのかな。多分ね、若くて綺麗な子はそのままでいいんですけど、その多分ね、同じ格好をしてて、あっちの女性にカメラマンが、そうですね、100人いたとして95人あっちで、こっちが5人とか、もしくはあっちが15人でこっち0とか、そういうのやると多分ねプライドが傷つくんで、ちょっと露出を増やそうかなみたいな感じで増やしちゃうんですかね。で、そうですね、もう、どんどん行くともう裸に近いぐらいになってきてみたいな感じで、その撮る方も結構どぎつくてですね、3センチぐらいとか1センチぐらいとか、そんな距離で撮ってるみたいですね。ちょっとわかんないけど、どういう状態みたいな感じですけど。で、そこのですね、だけどそこの、1センチのところにカメラが来ちゃうとですね、他の人は撮れないわけですよ。だからですね、その、1センチのところは俺が撮るんだみたいなのでね、カメラがカチャカチャ当たって、結構バトルになってるんですけど、胸とかじゃなくて、とにかく股を狙って、1センチぐらいで接写してるんで、まだまだ日本の少子化はまだまだ、ね、おっと、日本の少子化はその、経済的な環境かな、そういうのが止ま、なんとかなればね、ある程度回復するんじゃないのかなと、個人的には思いました。ね。エロスは地球を救いますよ。はい、以上になります。説明になったかな？わかるかな？今ので。はい、以上です。